こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。ソフトバンクが出資していた韓国の EC サイト企業のクパンが米証券市場に上場しましたが、ソフトバンクが株を売却し大幅な利益を出したようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。孫正義会長が運営する日本のソフトバンクグループが米証券市場に上場した韓国の電子商取引企業クパンの株式5700万株を売却した。米証券取引委員会や外国メディアなどによると、ソフトバンクビジョンファンドはクパンクラス A5 700万株を1株当たり 29.685 ドルで売却した。総売却価格は16億9204万5000ドルで、約1兆9915億ウォン規模だ。ソフトバンクビジョンファンドが3月10日に SEC に申告した報告書によると、ビジョンファンドは当初、クパンの株式5億6815万6413株を保有していた。今回の売却で、既存保有株式の約 10% を売却したことになる。日本経済新聞など外信によると、ソフトバンクグループが今回の売却で得た資金を自社株買いに活用しようとするのではないかという見通しが出ている。非上場スタートアップ投資のための資金循環のため、クパンの株式を売却したという趣旨で知られている。ソフトバンクグループはクパンに15年10億ドル、18年20億ドルの計30億ドルを投資した。クパンは今年3月、米ニューヨーク証券取引所に上場し、公募価格35ドルの上段より高い、1株当たり 63.50 ドルという取引開始価格を記録した。しかし、クパンの株価は30ドルを割り込んだ状況だ。これに先立ち、クパンは4、6月期の暫定売上高で、44億7811万ドル、約5兆1812億ウォンを上げ、昨年同期より 71% 成長したが、物流センター火災による在庫焼却などの影響で、純損失が倍増した2億231万ドルを記録した。それでは、ネットの反応です。韓国の共産党投資から手を引く。会社の株数がそんなに多いかと言ってもひどい。世界の人口数なのか。起業家と言わずに投資家としよう。最近企業をやっているやつらは毎日株商ばかりやっている。本当に素晴らしい。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。